この世が僕の誕生をこれほど待ち焦がれているとは。君たちのことは覚えてるぞ、知恵の神ブエル、そして旅人。こいつもうモハールカデバータみたいに全知全能になってるのか。いえ、彼からモハールカデバータの神聖は感じられない。賢者もまだ神の缶詰知識を注入していないみたい。でも確かなのは、この瞬間の彼はすでに正真正銘の神であること。もう手遅れなのか。完全に神になった残氷。残氷はすでに僕にとって遠くかけ離れた名だ。精神が神に昇華した時、まるで天地と同等の歳月を過ごしたかのようだった。今この身で振り返れば、国崩しなどという存在はあまりにも小さく醜い。この威圧感、確かに神レベルだぞ。残氷の機械人形という元々の概念を極限にした体。その上、さらに神の心によって際限なくエネルギーが送られている。凶霊院と賢者は一体どれほどの力を費やしたの。単に技術的角度から見れば称賛に値するほどのものよ。まだそんなこと言う余裕があるのかよ、ナヒーダ。でも精神的角度から見ると、世に生まれし全ての神はそれぞれの神の心に紛争という二文字が刻まれているはずだ。このような力の鼓動、そして心の底から生まれる役。ナヒーダがお前なんかと同じ感覚を思い。貴様、自分が神の対話を遮ったことを理解しているのか。矮小なる者よ、身の程を知れ。神の心に刻まれた紛争、もしかし今のテイワットにおける平穏な局面は決して容易に得られたものじゃないわ。私は直接魔人戦争に参加してはいないけれど、私から見てあれはただ法則に駆り立てられた無意味な消耗だった。そうだろうか。僕は自分が本物の魔人戦争に参加できなかったことを非常に。まさかこの世に力を渇望しない神が本当にいたとは初めて見たよ。知恵を司る神、通りで自らの君の判断は君の存在のように重みがなく薄っぺらい。ここまでにしよう、知恵の神ブエル。君も知っているはずだ、知恵が全ての問題を解決できるわけではない。かかってこい。今ここに魔人戦争の一角を再現し